日経平均株価午前の終値は前の日に比べ488円安でした。東京証券取引所大引きです。日経平均株価は昨日の終値に比べて378円70銭安い3万9470円44銭で取引を終えました。今日の株式市場について au 株コム証券の山田さんの解説です。山田さん。はい、山田です。お伝えします。13日の東京株式相場は反落です。日経平均株価は378円安で5日ぶりの反落となっています。前日の米国株はニューヨークダウが234ドル安で6日続落、前日のナスダック2万ポイント乗せで急落達成感も出て利益確定が優勢でした。今朝の東京市場、米株安を嫌気し反落して始まりました。4日続伸で757円上げた後の週末で、前日一時4万円乗せによる達成感もあり、また翌週に日米金融政策を控えることで様子見気分、より前の日銀短観も手がかりにはなりませんでした。前場に601円安まで下げた後はじわり下げ渋っています。週を通せば379円高で続伸です。米株高や円安が追い風で、いくらか当日の一心気味な上値チャレンジとなっています。来週は日米で金融政策決定会合、水曜は米国で 0.25% の利下げ、木曜は日本で利上げ見送りが予想されています。水曜にはキオクシアが東証上場です。再来週にクリスマスを控え、商いは徐々に細りそうですが、高級減税の可能性をうかがいつくの年末相場でもあり、来年の景気経済へ楽観が広がれば4万円乗せ、あるいは7月高値に挑戦の場面も出てきそうです。以上、こちらからお伝えしました。au 株コム証券の山田さんの解説でした。